お疲れさんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュラやっていくんですけど、今日はね、こちら、ラッツ2というクランを作っております。そして、マッツ2さんにね、リプレイをいただきました。というわけで、この方はね、JPP コカツと言われる、プリプリね、ジャイプリプリの形に、小物が入ってるデッキが、日本で一番うまい方ですね。でも、世界で比べてももうワンツーですね。ワンツーを争う、トップうまい人。というわけで、じゃあ前ゴブジャイの方を紹介したんですけど、なんか今の環境、ジャイの方がいいみたいで、こう、ジャイだからこそ使える、なんか、ね、特別な技みたいなのを教えてもらいましたので、その辺もね、紹介しつつ、今日このリプレイを見ていこうかなと思いますって。まあ、リプレイがすごいの。これ。VS はじめさんって、クロスボウがマジ世界一ぐらい上手い人。で、このキットキットって人も、コカツが世界で一番上手い人。で、このガーラって人もめちゃくちゃ有名なリプレイなんですけど、その辺のリプレイいただきましたので、まあ、クロス、コカツ、ジャイと、見ていこうかなと思います。で、こう、ジャイだからこそ、できる技っていうのを言ってたんですけど、ジャイとゴブジャイ何が違うかって言われた時に、まあ、コストがね、5と6で違うのと、まあ、あと、あれですね。まあ、ジャイの方が歩くのが遅いんですよ。なんでこれ、やばくないですか？これクロスなんです。はじめさんがクロス得意なら知ってて、しかもアーチャーが出てから、クロスじゃないですか。なのに、ケツジャイをするらしいんですよね。こう、そう。これが、こう、ジャイだからできる特別な技って言ってて、ゴブジャイだと、歩くのがちょっと早いんですよね、あの子。そう、若干早めなんで、こう、ユニットを後ろにあんまつけれないんですよ。先にちょっと行っちゃうんで。なんですけど、ジャイの場合、ちょっと歩くのが遅いからこその、こう、ジャイプリプリの形を作って、そう、こうなっちゃうんですね。なかなか止めにくくなるというか、ジャイが溶けた頃、溶けるのは溶けるんですけど、プリプリをね、なかなか溶かしきれないみたいで、クロス相手にはもう、ケツジャイって言ってましたね。で、この、今回、はじめさんが、テスラクロスなんですけど、遅延型、アイスイーツとか入ってる、クロスにも、ケツジャイが有効って言ってました。なんで、ここで、言っちゃうと、こうやってクロス置かれるんですけど、これも、まあ無視してて、まあクロスに対しては11取っちゃえばいいので、正直ね、1本取ってしまえば、そっから有利になるんで、ここでプリプリつけて、あとここのやりゴブですね。さっきもやりゴブ追加してたんですけど、ここのやりゴブの使い方がうまいですね。クロスをこう押さえつつ、このね、プリプリの後ろに行くから、このスケとかもね、ちょっと打ってくれるんですね。やりゴブリンが。さあ、ここは、一本折られますが、ウッドを割いたので、ギャンク追加すると、こんな感じで、プリプリが残ってるんですよ。これすごくないですか？で、まあ、折るまではいかないですけど、まあまあ、もう、スペル圏内ぐらいにはね、5、2周とかで、400とか落とせますので、なんか、ね、えってなるんですよね。なんかクロスに対して、ジャイ取っときたいじゃないですか。基本的には。なんですけど、もう、後ろからがっちり形を組んで、突破していくっていう。これはね、立ち回りを知らないと正直無理ですね。基本的になんか他のカードで回してね、相手がクロス割いたらジャイで受けてみたいなイメージがあるんですけど、さ、ここはアーチャーとクロスね、ファイバー打って、意外とね、プリプリの HP がある分、テスラが頑張ってジャイ溶かしても、プリプリがね、溶けないっていうのがね、わかりますね。さあ、ウッドを割いてからのギャング追加がうまいですね、毎回。こう、ヤリゴブリンとかプリンスから、まあ、プリプリの形にウッドを咲かせて、ギャング追加、ヤリゴブ追加、みたいな感じですね。で、コウモリ、この試合まだ1試合も出してない説がありますね。で、ここで、まあ、1回初登場ですけど、すごいですね。コウモリ使ってません。で、まあ、残り70を、まあ、落とせなかったらファイボかな、さすがにこれは。ファイブで落として、さあ、まあ、こうなってしまえば、同サイド対決ですので、まあ、さすがにこう、ケツジャイすると、端前クロスでちょっと怖いから、ケツダクプリからの、まあ、ちょっと前目ジャイかな。ここでジャイフタしそうですね。ああ、後ろですね。後ろだ。これダクプリがいるから、相手セミクロスできないってことですよね。言っちゃうと。まあ、なんですけど、そこを攻めてくれるのがはじめさん。さあ、でもこれ、ジャイを早急に溶かしに来るんですよね。こう、ヤリゴブリンがうまいですね。こう、ヤリゴブザップで今、アーチャーを処理しようとしましたからね。で、スケも処理できて、さあ、2周目ジャイ。真ん中のコウモリ。これはね、うまいね。止まらないですね、さすがにこれは。さあ、というわけで。クロスに対しては、ケツジャイ。これね、でも普通のジャイも多分そうなのかもしれないですよね。ジャイプリプリのエレキメガゴとかあるじゃないですか。
もしかしたらそっちの方もそうかもしれないですね。この枯渇に限らず、 JPB 枯渇に限らず、ジャイに対してはジャイクロスに対してはケツジャイがいいのかも知れません。さあ、というわけで2戦目、次枯渇ですね。見るからに相性悪そうですからね、これ。見るからにね、インフェルノタワープリンセスきつそうですけど、さあどうやって突破していくのか見たいですね。まあ一回は見てるんですけどね、ちょっとさあ振り返りながら、ここはコウモリを割きつつ、まあ、プリンちゃんで綺麗に、さあギャング、これは大事ですね。ギャングってバレルを完封できるんですよね。今若干ダメージ入りましたけど、バレルが飛んできた瞬間に定位置バレルならば、こう後ろね、タワー後ろギャングで、バレルが完封できるんで、それを覚えておくだけで枯渇に対してはね、結構ダメージをされるかなと思いますね。バレルって結構ユニットで完封されちゃうんですね。バルキリー先出しだったり、バルキリーあれか、もう飛んできた瞬間にパッて出せば、バルキリーであってハンターでもですね、あ、ギャングとか、もう結構いろんなユニットでバレルって完封できるんで、まあ、ユニットでの完封を知っとくと、こう、なんか、ああ、ウッドないから、みたいな感じで、結構ダメージ受けるんじゃなく、いい感じに抑えられたりもできますね。さあ、これはきつい。さあ、ギャングからのやりこぶ。うまいですね。ここはダメージ抑えて、でも、どう突破するかっすよね、結局。結局多分、苦しそう。苦しそうなんですよね。ジャイ出したとて、インフルのタワーで、溶かされちゃうんで、さ、出さないですね。ジャイを。枯渇に対しては、ジャイを出さずに、多分ここも端まじゃいかないんですよね、結局。そう。ジャイ出さないですね。プリプリで攻めて、さ、相手はロケットを、外していく。さあ、おっと。このロケットが相手がやったんじゃないか。けど、今相手がロケットミスってなくても、さてはこのジャイが通っていた説がありますね。プリプリで形を組んで、よくわかんねえな。まあ、ジャイは出さないですね。プリプリで攻めますね。枯渇って、火力自体はそんなないから、多分ナイトギャング、プリン、アイスピュットとかっていう。火力自体はそんなないから、プリプリで結構エリアード取ってからの、ジャイ展開ってことなのか？多分。しかも、ジャイはケツから出さないって感じっすね。さあ、こう、プリプリがやっぱ溶けきらないんですよね。なんで、プリプリに、めっちゃプリプリって言ってるんだけど、プリプリにインフィルムタワーとかを咲かせて、咲いたら端前ジャイとか、多分そんなイメージですね。プリプリで攻める。これはちょっと、いやでもすごいですね。一応この人世界一枯渇うまい方ですからね。さあ、というわけで、ラスティングギャラン。さあ、いや最近ちょっとね、いろんな方のリプレイを見て学んでますね。まあ、そう簡単にはね、トロ上がんないんですけど。さあ、ヤリゴブリン、端前ヤリゴブはよくしますね。ヤリゴブマジで優秀だと思うんですよね、ザップ。ここ最近すごい思いますね。やりゴブっていうカードの優秀さっすよ。なんか、目立った活躍はしてないんですけど、影ですごい働いてるっていうイメージですね。さあ、これはコウモリか？いや、いいタイミングのコウモリですね。しかもこれも完封。血合いには血合いを合わす。ん？逆サイなんですね。さあ、ここは、プリプリがいるから同歳でもいいイメージがすごいあるんですけど、ここの防衛も注目ですね。プリプリをジャイの後ろにつけちゃうんですよね。これ、え？ってなるじゃないですか、普通。で、真ん中ヤリゴブかな、多分これ。ああ、うまいヤリゴブ、これは。コウモリ処理しつつ、さあ、プリプリの後ろにいることによって、こういうスケとかもね、殴ってくれる。で、遅れて、小物だけで、さっちゃうとか、そうすると、このプリプリが溶けきらないんですよね。これ、すごいっすね。なんか、ね、プリンスとか防衛に使っちゃいたいっすよね。正直。なんですけど、ジャイプリプリで形を組んで、まあ、ギャングとか、
コウモリがこう DPS ダメージで火力ですね、その瞬間のがギャングとコウモリは、まあ、若干高いんで、さっき枯渇で火力ないとか言ったんですけど、ギャングとコウモリは若干火力が出るので、唯一っておかしいか、はい、なんでまあそこでうまく抑えていくって感じですね。さあここはミニペッカーを探したので、このミニペッカーをプリンスで回収しつつ端前ジャイをすると、あ、相手やってる。これ、始まりじゃないですね、さすがに。ミニペッカがいないので、さ、ファイブザップからの、さ、ミニペカでも回る。さ、相手の防衛が素晴らしいが、さ、残り1300だったら守れる説がありますね。こう、マジアチャリ抜きたいマーシン、あー、はい。後ろからで、ここのやりこぶうまいですね。コウモリを処理する。ここはもう時間稼ぎなのかな。さあ、ジャイが来る。プリンスとギャングで多分抑えれそうなイメージがありますが、これはさあ、ジャイパンで落とされる。ちょっと面白い展開にね、なってきましたね。さあ、これね、相性とかどうなんだろうね。マジアちゃんに対してファイブ、コウモリに対してザップがあるんですけど、プリプリに対してスケと、あとミニペウッドが高回転で回るっていうので、意外ときつい気もするんですよね。回転が相手早いので。で、ウッドザップっていうのがね、結構苦しいっすね。さあ、E5 ですね。さあ、ザップ?おい、ギャング。さあ、これはプリプリのこの HP がやっぱ残るっていうのがね、試合見てて多いですね。対枯渇、対クロス、すべてにおいて、このプリプリがやっぱ溶けきらないっていうのが注目かな。さあ、で、ここに過剰にコストを使わせて、やりゴブで処理か?このやりゴブリンがね、あ、出さない。ここは出さない。からの後ろプリンス。うい!で、このジャイを美味しく回収して、さあ、ちょっと高め。これは?マジアチャを?うえ!うまい!相手も。これちょっとやばいよ。そうですが、プリプリがやっぱ残るの、ジャイ ?J 出さないっすね、なかなか。残り1800ですが、さ、相手が J ミニペ。これは、ケツジャイを読んでの真ん中ジャイミニペかな。今ケツジャイしてたら多分積んでた説もありますね。そう、うまい。これマジアチャ読み、うえい!ここのジャイでマジアチャの竹取るのうまいっすね。からザップ。さ、これは流れが来たぞ。プリンスが3体?さ、4体目?さ、もうジャイを出さずに攻めていきます。そしてこのヤリゴブリンでコウモリを処理していく。で、ファイブルマジアチを処理すると、さ、確実にリガンも抑えていきます。さ、ここで始まりジャイですね。さ、もう残りタイブレイクっぽいですが、さ、1400、リガーが殴り、まあ、なんとか。ジェイが刺さり、勝ってるって感じですかね。ジャイプリプリの形を結構、どの試合通してもしっかり組んでるイメージがありましたね。で、枯渇に対してはプリプリ。結構プリプリが要でしたね。プリプリ、両サイにセパーとかあんましてなく、なんかしっかりガッチリ系でしたね。なんでまあちょっとね、この辺学べつつ、ジャイプリプリもね、使いつつ頑張っていきたいかなと思います。というわけで、ラッツ2じゃねえ、マッツ2さんのね、ツイッターリンクも貼ってくんで、ぜひ皆さん、フォローしてください。8000プレイヤーの方ですね。はい。というわけで、終わります。お疲れ様でした。バイバイ。